よいしょ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、まあ、前回がね、ちょっとあの旧カードだったわけですから、これは新カードであることを願っております。こちらはあとは SC 東京のカードよろしくお願いします。チャンヒョンスさん欲しかったりします。まあ、東京の育成はもう終わっちゃったんでね。フィリップ持ってんだよな、出たんだよな、前この間フィリップの方は出てます。2連目です。レイナレイナと、はい、まあ、FIFA ではねとてつもなく引いた選手です。スペインゴールキーパーってくると、えってなるけど、レイナみたいな、このあのよくあるあるの下りですね。はい、クレッコ1,2,3,4、ちょっと影があるな、ちょっとカメラ引きます。1,2,3,4、クレメで J は1個、ベイル、もうすごかったです、ベイルさん、マジでもうとんでもなかったです。 CL 決勝もうパンって目覚めたもんね、あのオーバーヘッド、マジで。そしてあのミドルシュート、すごかったな、マジで劇的主役、そういうことですよね、本当。ジエゴコスタ、はい、マトレチコにね、こう、あ、写真がかっこいいですねはい、6レ目、いやちょっと新しいカードてか東京の追加が前からず来ねえんですわ。こちらにはそういうことになってます。 1,2,3,4,5,6 7レ目か、これがイカルディ、イカルディですね。猛襲、はい、あのライバージョン WCCF の1819だよね。1819は筐体変わるらしいですね。あ、 3.0 から筐体変わるの、1819から筐体、まあ、筐体変わることも決定してるらしくて、決定してるんです。でその場印刷になるっぽいんです。時代変わります。今までのカードどうなんだろう、ここがね、宮崎選手、そこがちょっとどうなるんですかね。筐体が変わるっていう情報だけはいただきました。これが、あ、これっぽい、これです、硬いの。これ前回旧カードですから、今回は新で、キミヒ、おお、おお、まあまあ OK、 新カードだから、うん、いいでしょう。14 14 16 13 16 18、いいですね、うん、いいね、はい、キミさん、完成を。なかなかやっぱ金枠とかは来ないな、やっぱり追加見ます。フィリップ、ディエゴ・コスタ宮崎さん、完成、キミスさんでした。この配列ってどうなんだろう、ちょっと調べてみようかな、また蹴っていきます。週1ユニバ勢みたいになっちゃってごめんなさい、さよなら。